では県内の感染状況です。まずは推移です。最も県内感染が拡大深刻だった3月下旬から見てみると一気に減って、一桁が目立つようになりました。今日は6人でした。先週水曜日以降1日あたりの感染者の数7日連続で一桁が続いていました。昨日は10人だったんですが今日は6人です。次にワクチンの接種状況です。今日午前9時時点で1回目の接種を受けた人は48万7900人余りです。このうち高齢者は35万人を超えました。対象者がおよそ67万4000人ですので、接種率 52.4% というのが1回目の接種を終えている方です。また2回目の接種を受けた方はおよそ17万5900人です。このうち高齢者で接種を終えた人は9万350人で対象者の 13.4% となりました。